はい、こんにちは、こんばんは。ゲーム動画で一方です。はい、まあ、ですね、いろいろ始まっているんですが、その中でもですね、スタート、どうしようかな。ゴールデンウィークらしく、こいのぼりダンジョンで行くか、スコアアタックバルキーで行くか。まあ、終わるのが、スコアアタックバルキーの方が早いんで、これで行ってみたいと思います。地下を解放阻止まで残り2回。解放すると死んじゃうのかな？なんかで、地下を解放を阻止しないといけないみたいですね。なんでだろう。え？ダメージを与えればいいのか、勝てないけど。あれ？特に体力制限なく戦えるってこと？あ、多分そうだろうな。相手が。で、復活もできないけれども。これでもう万事休す。遊び方見てみましょう。全員倒されるか、それか残り時間がなくなるまでが、プレイ時間みたいですね。しかも、スタミナ表示、消費なしで、何度でも挑戦できる。となってます。ちなみに報酬1位だと、こういうの、竜騎士 S レギュラーっていうのがプレゼントされるみたいですね。
まあパワーストーン100以内ではパワーストーンを、ゲットできたりしますので、時間がある人は、まあ、チャレンジしてもいいんじゃないかなと思います。なるほど。そうなると結構武装研究所で の力っていうのが要求されるのかもしれないですね。おっと、なんかすごい光が出た。この大技ない唯一の死ってなんだ？どこなんだろう？どこなんでしょうね、大技ない唯一の死って。浜松市とか？初心はさすがに奥陵天竜区でも大技あるでしょうからね。北海道とかかな。北海道結構その通りの名前がついたりアメリカ流だからな。はい、というわけでこのスコアアタックバルキリー、やってみました。はい、ゲーム動画で行こうでした。